はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。今回の映像は引き続きですね、ライフシフト、人生100年時代が到来しますよという、著作の中からですね、著者はリンダ・グラットンというロンドンビジネススクールの、経済学専攻の教授ですね。で、心理学もやってるみたいですね。で、その方が書いた著作の中から、まあ、前回ですね、1998年生まれ、つまり今学生である皆さん、まあ、大学生、あれは、まあ、18歳ぐらいでも同じですよね、まあ、要は高校生から学部生ぐらい、の世代をモデルのケースとした人生100年計画 の、 そのキャリアプランの、まあ、指名等をした、まあ、記述がね、ずっと展開されている部分の中から要点だけかいつまんで、かつ僕の世代としてはね、皆さんとは違うんですが、まあ、著作を見ていると、生き方自体はこれまでのところほぼこの人生100年時代の生き方を僕自身が先行して、まあ、20年ほどですね、していたのかなというふうに感じられるところが多くあるものですから、まあ、今回もそういうところは出てきます。ちょっと僕自身の個人的な体験なんかも補足させていただきつつお伝えしました。結構長くなりましたけどね。で、まあ、前回50分ぐらいになってしまったものですから、今回はねちょっとな、短めに、終わらせたいなというように思っています。ちょっとカメラ、ごめんなさいね、傾いてますね。こんくらいがいいかな。はい、すいません、失礼しました。というところで、少しずつ今回もお伝えしていければなというように思います。で、まあ、序盤から見ていきましょう。今回、参照するのは新しいステージと、具体的にはエクスプローラーというその自分の、ね、人脈を形成したりとか、自分にはどういうことができるんだろう、何が向いてそうなんだろうということを探索するっていう時期が、まずは来るという話を前回しましたね。でプラスそこから分岐する形で、まあ、別にそのどちらかっていうのが多少前後して両方とも体験するということも全然いいと思うんですが、インディペンデントワーカー、つまり独立開業する事業者として働くか、あるいはその複数の仕事を持ちつつ自分の中でバランスを取りながら収益を最大化していく、まあ、資産を形成していくにはどうという生き方に分化する、あるいはまあ、なんだろうな、両方経験するっていうステージに関してですね、より具体的にじゃあそのステージをより充実させながら生きるためにはどうしたらいいんだろうかという旨の記述がされている章について、ちょっと細かく丁寧にお話ししていければなというように思います。前回ほど長くはならないと思います。平均寿命の上昇はしばしば高齢化と表現され、老いて生きる時間が長くなるという側面に注目が集まることが多い。しかし実際には若々しく生きる期間が長くなる可能性が高い。スタンフォード大学のロバート・ポーグ・ハリソンは、そうした若さを維持する状態、あるいは若さが増す状態をジュブネセンスと呼んでいると。ちなみにですね、僕自身も、まあ、繰り返しますが、僕は78年の生まれなんですね。で今42歳で、前回お話しさせていただいたジェーンのモデルは当然なんか学生の皆さんと同じ世代を想定している、つまり98年生まれで2098年に亡くな、その死ぬと、寿命を終えるという、人生を終えるっていうモデルなんですけども、僕自身の生き方は現状を見る限りではですね、このジェーンに非常に酷似しています。でもっと言うと、僕みたいな生き方をしている人間を周りにほぼ見ません、ほぼ見ません。なので僕自身も、まあ、僕の同世代の人間からするともうなんていうのかな、こんなやつ見たことがないっていう人ばかりと僕は会いますし、まあ、皆さんもですね、僕みたいな生き方をしている人間を知らないとは思います。ほぼですね、ほぼです。で、その中で僕自身が一番大事にしていたことっていうのは、若さを保つというところです。もっと言うと、まあね、どうしても年を取ってくると、まあ、ちょっと白が出てきたりとか、まあね、あのシミができたりとか、まあ、そういうところはあったりするんですけども、なるべく心身の健やかさ、
特にその自分の中にまあ、ストレスもそうですけど、いろんなわだかまりとか悪いものを溜め込まないようにすると、まあ、透明感を大事にしたいなというように広い意味でのですね、そういう意識で働いて生きてきました。で、まあ、それもこのジュブネセンスに該当するのかなというふうには思いながら見ていたりはします。この現象を生む一つの原因は思春期の長期化だと、人間ほど社会的経済的な面で大人に依存して生きる期間が長い動物は他にはない。進化学の視点から言うと、子供時代が長いことの利点は教育に費やせる期間が長いことにあると。でそのおかげで大人は本能に従うだけではなく、過去の世代から学習したことをもとに行動できると。寿命が長くなれば、このような教育への投資期間をさらに伸ばすことが理にかなっている。思春期は人が柔軟性を持っている時期だと。私たちは思春期にさまざまな選択肢を見つけ、その選択肢を残し人生の道筋を決めないでおくと。寿命が長くなれば選択肢を持っておくことの重要性が高まるので、選択肢を探索創造するための期間も長くなって当然だと。まあこの辺はね、前回のところでも触れましたよね。ただし若々しく生きる期間が長くなるというのは、思春期が長期化するというだけの話ではないと。あらゆる年代の人がもっと若々しく生きるようになる可能性もある。新しく出現する人生のステージがそれを後押しするだろう。100年ライフで、多くのステージといくつもの移行を経験するようになれば、柔軟性が不可欠な資質になる。思春期の特徴を大人になっても保持し続けることの価値が増すのだと。そのように動物が幼体の性質、つまり、まあ、なんていうのかな、大人の、例えばさなぎの状態とかね、あるいはその幼虫の状態のようなもの、昆虫なんかはその変態って、まあ、形態を変えていって成長するわけですよね、成体なのに。でそのさなぎとか幼虫の段階のようなイメージですね。その幼体の性質を残したまま成体になることを進化生物学ではネオテニー、幼形成熟と呼ぶと。まあ、この言葉をネオテニーっていう言葉も前回か前々回に出てきましたよね。前々回だったかな。で進化学的に言うと、子供はより柔軟性に富み、大人よりですね、柔軟性に富み適応力が高いと。大人のような保守的な、まあ、これ保守的なというか、まあ、皆さんのですね、まあ、これは僕がかなり厳しく、批判したり追求していることの一つであるんですけども、都合のいい親とか大人っていうのは、まあ、世の中たくさんいるわけですよ。で保守的な思想、保守主義、本来のですね、まあ、エドモンド・バークンから語られているような保守主義っていうものと保身っていうのは全く別のものなんですが、往にしてですね、もう圧倒的大多数の大人はですね、まあ、親の立場にいる方々ももちろん含みます。保身を保守っていう言葉で、偽装してですね語る人は本当に多いですけども、ここでも大人には保守的なって言ってますけども、まあ、保身的なって言った方が正しいでしょうね。まあその言葉にトゲがあるので保守的なっていうふうにですね、聴者は訳してる人も訳してるかもしれませんけどね。物の考え方が形作られておらず、行動の反転の行動パターンに染まってもいないと。変わらないことは、いわゆる変わらないことは、直線的に進む3ステージの人生の中で好ましい結果をもたらしたりしたかもしれない。3ステージっていうのは大きく分けて3つ。教育を受けている期間、あるいはその、なんていうのか、成人になるまでの期間、そして仕事をしている期間、そして最後のリタイアする期間、これを3つっていう分け方を従来はしてきたわけですよね。それをして3ステージと。で変化を遂げるという必要性が乏しく、機会も少ないからだと。しかし長く生きる時代には硬直性がマイナス材料になり、若々しさの価値が高まる可能性がある。例えばですね、まあ、僕の親世代はもちろんそうですし、今、まあ、僕と同じぐらいの世代でもたくさんいるんじゃないですかね。大企業にいればとりあえず安心、とりあえずっていつまでだって話があるんですが、皆さんは多分幻想ないと思うんですよね。これだけ大企業は利益が出ない状態の時代に生まれて生きていますから。でそれは企業は、まあ、原則としてはね、ゴインコンサーンといって、永続的に将来にわたって永続的に、オペレーション、つまり事業展開していけるであろうという前提で、企業っていうのは一応、まあ、いろんな構成の仕方をしてたりするんですけども、実際のところは
前回挙げた通りスタンダード&プアーズ500の企業の平均寿命は15年しかない、とてもじゃないですけども、そんな前提は置けないわけなんですが、他方で、大昔はですね、企業の平均寿命です確か67年とかそういう数字でしたよね。まあ、そっちの方を信じたいっていうところで思い込みとか思惑で、とりあえず安心って言ってるに過ぎないんですよ。なので現実が見えてるとは到底言えないわけですが、やっぱり年が上の人であればあるほどそういう幻想を未だに持ってたりしますよね。若々しさがた、で、まあ、そういうことがあったりすると、であなたのおじいさんやおばあさんがその年齢だった頃に比べて、概して若々しく見えるようになる。肉体的な面ではないだけではないと、服装や行動も若くなると。まあこれはそのさっき言ったネオテニーっていうところの、まあいいか悪いかは別としといてっていう言い方をするのが、とりあえず、論理学的には正しいかもしれませんけども、トレンドを見ればおそらくはいい方でしょうね。まあ、少なくとも吹き込むっていうよりは全然いいと思いますしね。で発想はやっぱり、鮮度が全然違ってくる。で、まあ、皆さんもその経験があると思うんですけども、まず形から入ることでポジティブな作用があることって多くあったりするじゃないですか。おそらくはそれも共感の一つ、ミラーニューロンの役割が担っていることの一つでもあれば、単純にその五感で、入ってくる情報っていうものが外形的なものにですね大きく影響したりされたりするわけですよ。でそういうところからみんなにもそのやっぱり、若々しさを保つというところから新鮮な発想とか着想とか、あるいは働き方の、ね、柔軟性のある、意思決定ができるようになるとは僕は思いますけどね。よくそのスタートアップ周辺の人たちはスーツを着ないと、まあ、実際着てる人少ないんですよね。まあ、外回りの人で大企業との取引なんかがある企業なんかは、まあ、着ざるを得ないという局面もありますけど、基本的に着ないっていう人は内勤含めて、要するにオフィスワーカーがオフィスでの仕事外に出ないという人たちなんかは圧倒的に多いですよね。でその辺もやっぱり、イノベーションというところにはつながっている要因になっているわけですよね。社会学者のグンヒルド、ハゲスタードと、ハゲスタードいいのかな、でペーター・ウーレンベルクが言うように、現代の西洋社会では3ステージの人生の下で子供と大人と高齢者がはっきり隔離されていると。この隔離がエイジとステージの結びつきを強化し、学校と職場と引退生活の仕組みがの隔離が隔離、の隔離に一層拍車をかけてきたと。まあ、よく言われるのは、都市部っていうのは高齢者が排除するような構造になっていると、非常に居づらいと。まあ、例えばね、あの山手線の中では、まあ、渋谷が若者の街とは僕全く思わないんですけどね。若いって言ってる党の当事者は大体20代か30代ですよ。で本当に若者の街と言えるところは僕から見たらやっぱり原宿だけだと思いますよ。日本全体で見てみても、あそこは小中学生のためにあるような街、まあ、高校生ももちろん入っていいと思うんですけども、まあ、場合によっては大学生もね入っていいと思うんですが、あそこは文字通り若い人たちの街、子供たちの街だとは僕は思いますけどね。まあなんでしょうね、他方でその普通のオフィス街とか、まあそうだな、新宿なんかもそうでしょうし、大きい都市である、都市部であれば、あるいは東京駅周辺もそうじゃないですか。丸の内とか有楽町あたりも年配の方が歩きやすい街ではないですよね。有楽町も銀座に至ってもそうだと思いますよ。で、まあ仕方がないのでって言い方もちょっと語弊あるかもしれませんが、例えば巣鴨はね、老人の街とか高齢者の街とか言われたりしますけども、まああれはあれでその、まあ、年配の方のための街として、まあ、形成されてるって意味ではすごくいいと思うんですよ。ただ今このリンダ・グラットの話もあったように隔離されてますよね。その連続性がない、
で年齢で区切っていて、で年齢とそのステージ、つまり教育を受けている期間と仕事をしている期間とリタイアっていうものが密接なつながりを持っていて、さらにそこでも分断されているというところ、非常によろしくないということをこの2人の学者も言っているわけですね。これらは全て特定の年齢層を対象にするものだからだと。でこの2人は年齢による隔離の弊害を指摘している。高齢者に対する敬意が失われ、高齢者が担えるメンターの役割が軽んじられる上、若者がコミュニティに加わらなくな なるというのだと。要はその普段オフィスで働いている人たちも、例えばですね、渋谷新宿で働いている人たちなんかも多いと思いますよ。で、まあ、東京駅でもいいですよ。で、まあ、そういう街で生活している方中で、年配の方々と、まあ、仕事も、まあ、もちろんそうですけども、普段街を歩いていて接することもないわけですよね、ほとんど。でそこからいろんな視点が抜け落ちてしまうと。でまあ、年配の方々しか持っていない、知恵のようなもの、今の時代では獲得しにくい知恵なんかも、時代が変われば遡ればですね、かつては手に入りやすかったものなんかもあったりするわけですよ。そういうものを継承することができなくなってしまうということを言ってるわけですね。で、まあ、そうであれば存在を無視することになる。まあ、オプション Bのと社会人向けのチャンネルでも、ね、お伝えしたんですけども、人間関係が希薄に、ね、相手に対して関心がなくなればなくなるほど関係が断絶 されていく、というのは、まあ、ほぼ自明だと思いますけども、まあ、存在五感で感じられるような直接ね、距離という距離感というか、その場にいないから、例えばオフィスワーカーの人たちはほとんどの場合は年配の方々や高齢者の方々をの価値を認めなくなってしまうと。非常に大きい問題だと思いますね。で、さまざまな世代が一緒に活動し混ざり合いやすくなれば、年齢に関する固定観念のいくつかは消えていく。それにより誰もが若い者の柔軟性と好奇心、そして高齢者の知識と洞察力の両方を得られるようになる。まあそんな簡単にいかないと思いますけどね、少なくともいい影響を与えられるようにはなると思いますね。主にその年配の方々がから吸収する若い層が、あるいは心身が若い状態にある、ネオテニーの状態にあるオフィスワーカーが得るものが大きくなるっていうところはあると思います。でまた年配の方は年配の方で、まあ、例えばね、日頃活発に体を動かすということはなかったとしても、視界に入っていればですね、自分もそのもっと若さを保たなければと、あるいはその体を鍛えないととか思うものだと思いますよ。で、エクスプローラーのステージはあらかみじで、まあ、こういう話があったりすると。じゃあ今度具体的なステージの話に入っていきましょう。まあ、そういうわけで、まあ、今言ったような現時点では年齢と、あれその3ステージと、まあ、年齢っていうものが強い密接なつながりを持っていて、関係があって、でかつその物理的な空間で見てみても断絶が起きている、世代ごとに3ステージの間にっていう話があって、まずこの基本的な構造を、解消するというか、その問題を解決するなり、それよりははるかにベターな生き方をするための大事なステージとして、さっきの3ステージに加えて、これからお話しするまずエクスプローラーのステージ、あるインディペンデントワーカーのステージ、ポートフォリオのステージ、ポートフォリオワーカーのステージっていうものが あるんですよという文脈で話が続いていくわけなんですが、じゃあエクスプローラーのステージですね。エクスプローラーのステージはあらかじめ1年と決められたギャップイヤーとは違うと。ギャップイヤーっていうのは高校卒業するじゃないですか。 その後にすぐに大学に入るとかではなくて、2年3年ね、場合によっては旅行したりとか、アルバイトをしたり、いろんな各地を転々としたりとか、そういうことで見聞を広めるっていう、そういう期間を自主的に設けて、生活する期間として、アメリカでは、普通に、そういう
なんていうのか時期を過ごす学生はたくさんいるんですけどね。であるいはギャップイヤーっていう名前がついてなくても、じゃあ大学部卒業した後に似たような活動をして、でまあそれはエクスプローラーっていう文脈でもここでも語られると思うんですけども、その中で自分がやりたいことをできそうなこと、得意なことっていうのを見出していくっていう期間もを自主的に設ける学生人たちもたくさんいますね。でエクスプローラーは世界を探索し、それはもっと長期間続く人生のステージだと。何があり、その世界がどのように動いているのか、そして自分が何をすることを好み、何が得意かを発見していくと。このステージは自分を日常生活と行動から切り離すことから始まると。で、なんでここを強調しているかというと、さっき言ったことですね。3ステージと世代というものが密に結合しすぎていると、連動しすぎているということですね。でそれを解きほぐすということですよね。新しい町に移って、その人土地の人たちと知り合ったり、知らない国を旅して自分の生き方について考えたりといった具合だと。エクスプローラーが行う探検は単なる観察で終わらせずに、さらに一歩踏み込んだ時に最も効果があると。観光客が旅先の町を見物するような態度では大きな成果は得られない。望ましいのはそこで直接関わりを持つことだということを言ってるわけなんですね。あくまで関係を構築するということが大事なわけですね。人と人とのですね、このステージを生きている人たちには心理学的に興味深い点があると。エクスプローラーたちは自分という存在の境界を押し広げ、固定観念から脱却し、他の人の行動をじっくり見ると。マサチューセッツ工科大学 MIT のこれ組織論という分野があるんですけどね、学部以上になったらまあ触れる機会もあるでしょう。オットシャーマーっていう、まあ、割と知られた学者がいるんですが、彼の言葉を借りれば、システムの端、つまり境界ってことですねに注目し、自分の思い込みや価値観に新しい光を、こういう生き方、エクスプローラーとしての生き方をすることで当てるのだということを言ってるわけです。まあ繰り返しますが、この教育、仕事、引退という3ステージと、それにもう強すぎるほど連動してしまっている、密に結合してしまっている年齢っていうものの関係を一度解きほぐすために、まあ、いろんな場所で見聞を広めたり、そこで、人と人の関係を形成していく、ということがエクスプローラーの期間にはとても大切で、それは物理的な時間で区切って、はい1年で切り上げ送ったから OK ですよとか、そういう話ではないんだっていうことをですね強調してるわけですね。で、次にインディペンデントプロデューサーの話に行きます。独立会議をしている事業者っていうことですね。まあ僕みたいなタイプです。だから僕、まあそうだな、少し前の僕みたいなタイプですね。インディペンデントプロデューサーは大抵素早く実験を重ねて、何が有効で何がうまくいかないかを学んでいく。前室のオトシャーマーはこのように試行錯誤しながら未来を探索する活動をプロトタイピングと呼ぶと。まあ、要は事業なりプロダクトの原型を作ること、原型のことをプロトタイプって言ったりするんですけども、もう少し広く捉えてプロトタイピングってことを言ってるわけですね。試作品の作成修正のことである。シャーマーの観察によれば、それが最もうまくいくのは、自分が経験していることに意識を向け、それをありのままに受け入れる姿勢を強く持ち、試行錯誤をスピーディーに繰り返して学びようをどんどん深めていくときだと。簡単に言うと、科学的な検証が効く、あるいはその明晰な哲学的な思想が、普遍的な思想がそこには反映されていて矛盾がない、こういう状態だと思いますね。往々にして自分のことをよく見せようとか、心象膨大に見せかけて、でそれで当面の利益を上げようとか、そういう事業者とか、あるいはその企業の人間、組織の人間、本当にたくさんいるわけなんですけども、まあ、やるだけ無駄ですよね。だからそれは結局偽りでしかないと。で何のための自己認識を深めるためのエクスプローラーだったのか、あるいはその何のための自分が得意なことを生かすという手段を取っているのかと。まあそれだったならば、組織の看板を借りてですね、大きい企業の方がいわゆるブランディングとかですね、人々の思い込みを利用して利益を上げるっていうことは圧倒的に有利なわけですよ。
独立会議をする人間が一人で小さいスモールビジネスがやることの価値っていうのはそこに必然に近い合理性があるから、そしてそれが人に多くの人たちにとって益をもたらすから、であってですね、まあ心象膨大に語ったりとかですね、詐欺を働いたりとかそんなことをやること自体がすでに負けを込んだアプローチだとは言えるわけなんですよね。で、まあインディペンデントプロデューサー、まあいいか、インディペンデントプロデューサーのステージはしばしばまたきちんとした試験プロジェクトの段階に到達していないプロトタイピングの取り組みから始まる。すでに仕事に就いている人たちは本業と並行してプロトタイピングを実行することが多い。そうすることによりどのように行動すべきかを知ってから動く場合に比べてずっと新しく早い分野に、早く乗り出せると。インディペンデントプロデューサーたちは概して可能性をあまり狭めずにものを考え主として直感に導かれて試行錯誤を重ねると、素早く試行錯誤を繰り返すことにより絶えずフィードバックを得て、プロジェクトを成功させる方法を見出していくのだ。まあよく言うあのリーンスタートアップとかリーンの手法ですよね。あの小さい、事業者であればあるほど小回りが効くので何かイシューがあったときに、まあ、イシューを解決するための手段なり、利便性を提供することで利益を上げるサービスを事業を作っていくっていうことなわけですけども、その軌道修正がですね、迅速に行えると。これ大きい組織だといちいちですね、その意思決定を変えるなり、まあ、実動に及ぶっていうところに対してものすごい時間と労力がかかって、結局しかも大した変化を生まないってことが往々にしてあるわけですよ。でそこに対しては圧倒的な優位があるので、インディペンデントプロデューサーっていうのは大きな方針転換なんかをなるべく迅速に行って、そこで、問題解決に向けて、あるいは利益を確保するに向けて最適化することができる、あるいはそれを してこそのインディペンデントプロデューサーということなわけですね。で、物事を洞察すること、そしてそれを通じて障害を克服する行動志向の人物であるという評判を確立することがインディペンデントプロデューサーには重要ですと。この時期に、獲得する評判は将来に経験するステージで貴重な無形の資産になる場合もあると。手掛けた仕事をまとめたウェブサイト、ハッカソン、Twitter の投稿、 YouTube のチャンネルなどは、まあ、ソーシャルメディアの活動なんかですね、あとは自分の企画したり実行した取りまとめたプロジェクトとかですね、アイデアと能力を宣伝する手段になり得ると。で、インディペンデントプロデューサーにとっては少ない所得でやりくりすることも重要だと。そこで彼らは都市の中心に位置していて、しかも家賃や物価の安い場所を、探すと。その結果、こうした条件を満たした地区にはこのタイプの人たち得意のライフスタイルが広がっていく。いわゆるノマドワーカーとか言われる人たちも少しだいぶ前ですけどね、いましたが、僕もそれに近いところはありますね。都内に、州の半分移動して、もう半分は、まあ、郊外に戻ってっていう生活をしていた時期もありました。そろそろそういう時期、生活に戻るかもしれないですけども、週末は特にね、そういう生活をしていたことは今でもしてたりするんですけども、マイカーにより自転車を利用しオフィスを構えずにコーヒーショップで仕事をする場合がことが多いと。まあそれはどういうことかっていうと、結局そのインディペンデントプロデューサーっていうのは資産規模は小さいわけですよね。大きい企業の方が資産は当然ながら大きい。でまあ時間と労働力っていうものがたくさんある。計画を練ったりとかですね、あるいはその事業をなりプロジェクトを立ち上げて、準備をしていくにあたっても体力があるので、そういう意味でですね、ある程度構えていられるわけですよ。ですがあれ投下できるそこに。ですがインディペンデントワーカーの場合は応援して難しい。でもっと言うとそれ必要ないとも言えるんですよね。なので必要ないところにお金はかけないと。で大きいオフィスをですね、月単価150万300万とかで借りるとか全く不要ですよね。その都市部の駅の近くにですね。であるいはまあマイカーなんかね、別に自動車 に乗って移動しなければいけないできない仕事なんてものは
まあ、少なくとも都市部に住んでいたらないですし、営業をかけるにあたっても例えばインサイドセールスといってですね、オフィスにいながらセールスを、まあ、電話を使ったりとか、あるいは、まあ、今だったらビデオ通話とかですね、そういうものたくさんあるわけですよ。そういう手段を使って売り込んだりする。なので別に、で自動車も学生の皆さんだと買うなり維持したことがない方も多いでしょうから分かんないと思うんですが、ものすごいお金かかるんですよ。まあそれにかけるぐらいだったら他のところにお金かけた方がいいっていうことになるわけですから、まあ自転車を利用してね、まあ移動した方が、まあ特に都市部だったら物理的な駅の間隔、ターミナル駅でもですね、間隔が短いですから、それで移動した方が合理的というふうになるわけですよね。で、じゃあ、まあ、インディペンデントプロデューサーに関してはそんなライフスタイルの具体的なイメージだったりする。じゃあ今度は、その前にまだ話がありますね。インディペンデントプロデューサーのステージでは無形の資産、特に変身資産への投資が中心になるんです。興味深いのは、その点で目覚ましく発展しつつあるシェアリングエコノミー関連のテクノロジーだと。そのため金銭面のやりくりは常に難しいと。シェアリングエコノミーは人々が多くの資産を持たずに身軽に生きる道を開くと同時に、金銭的資産を増やすために収入を得る手段も生み出すと。個人が購入もしくは製造した資産を他の人に利用させて収入を得ることも可能にするなどと。まあこれはいいですよね。まあ例えばウーバーの類だったなら、まあ誰もが運転手、タクシーの運転手に近い機能を追うことでそれで収入を得る。であるいはその Airbnb であれば空いた一室を、まあ、民家ではですね、いわゆる民泊ですね、それを貸し出すことで小さいながら収入を得ることができる。まあこういうものがシェアリングエコノミーと言われたりするんですが、まあ手段としては多少なりとも助けになるということを言ってるわけですね。じゃあ今度ポートフォリオワーカーの話に行きましょう。ポートフォリオワーカーっていうのはインディペンデントプロデューサーのようにもう自分で独立開業して仕事をして、それをいかにして事業拡大していくかっていうことに対して、複数の仕事を依頼される形で持って、でその中で、まあ、ストレス管理とか、あるいはその給与面での管理っていうものをその都度調整しながら自分のライフスタイルを組み立っていくっていう人たちですけども、僕は最近はこっちに近いですね。こういう話から始まっています。企業幹部たちに100年ライフについて説明し、自らの未来を思い描くよう求めると、人生の長期戦略の技としてポートフォリオ型の生き方を挙げる人が多いと。つまり、まあ何でしょうね、まあ、企業の幹部、まあ、ある意味その大きい組織の中で、上がりの状態にある人たち、じゃあその後どうするのっていうことを聞いた時にポートフォリオワーカーの選択肢を取ろうとする人たちが多いってことですね。なのでインディペンデントプロデューサーよりはポートフォリオワーカーを好むと。まあというのもその幹部としての立場を生かしつつ外でもなんか稼ぎたいなみたいな、そういうイメージでしょうね。そのポジションを離れて独立開業しようとすると、まあ、別に離れずにもできるかもしれませんが、まあ、いずれにせよ大変であることは変わりないので、まあ、ポートフォリオワーカーを選ぶ人が肩書きをいい意味で利用しつつっていう方が多いのかもしれないですね。で所得の獲得を主たる目的とする活動、地域コミュニティとの関わりを主たる目的とする活動、親戚の力になるための活動、趣味を極めるための活動など、さまざまな活動のバランスを主体的に取りながら生きようと考えるのだのだと。で以下3つの側面のバランスを取れたポートフォリオを築くようになると。1つは支出を賄い、貯蓄を増やすこと。もう1つは過去の経歴とつながりがあり、評判とスキルと知的刺激を維持できるパートタイムの役割を担うこと。そして最後の1つは新しいことを学び、やりがいを感じられるような役割を新たに担うことと。で、ポートフォリオワーカーの移行に成功する人たちは早い段階で準備に取り掛かり、フルタイムの職に就いているうちに小規模なプロジェクトを通じて実験を始めると。興味を持てそうなプロジェクトを試しに実行し、自分がなりたいポートフォリオワーカーのロールモデルを見つけ、社内中心の人的ネットワークを社外の多様なネットワークに変えていく過程で、
人的ネットワークを広げ、さまざまな分野の人たちと関わり、変身資産を育むことが重要だと。結局その企業幹部っていう話がありましたけども、その前も僕申し上げた記憶はあるんですが、一つの組織の中ずっといると、そのいわゆる組織の文化、まあ要は慣習ですよね、いい悪いで、悪いもののところがまあより問題なわけですけども、そういうもんなで、いろんなものがですね固定化してしまうわけなんですよ。自分慣れっていうところもあれば、盲目になってしまう。その組織、まあ多くの場合企業だと思いますけども、その企業の中で当たり前だと言われていることが、一歩外に出て別の組織に属したりとか、あれ一人で組み立ててみたら全然当たり前じゃなかったとか、もう大いにあり得るわけですね。でその時に柔軟性を失った状態になってしまうと、全くその自分で組み立てるなり、対応する能力が失われてしまうんですよ。要は破綻してしまうと。でそれが一番危険なことなわけで、じゃあ破綻しない、永続するさせるためには、他の仕事も組み立て、その他の仕事にも関わる上でですね、大事になることっていうのは、まあ自分がそうはいえ、長くいた組織の中で、良くも悪くも慣れてしまったスタイルとか方向から来る弱点なんかを補完するような人脈だったり、あるいは自分とちょっと方向は違うけれども共通点が多くて補い合いうる、ような人物との関係とかですね、そういうものを構築するのはとても大事だということが言えるわけなんですね。で、業種を移っても活用できて評価されやすいスキルと評判を身につけなくてはならない。広い領域でアピールできるスキルと、体制を築くことは、ポートフォリオワーカーのステージへの準備として不可欠だ。それを書けばフルタイムの雇用からの移行は期待外れの結果に終わるだろうと。まあ、僕の場合はちなみに、まあ、何度も言ってるかもしれませんけども、もともと学生の頃ですね、統計とかエンジニアリングに近い勉強をかなりやってたんですよね。まあ、学習指導していた頃はそれは分かりやすく数学とか物理とか、まあ場合によっては英語っていうところにも反映されてたわけなんですけども、根っこがそこにあるんですよ、中心が。で僕が、まあその男子学生もね、もちろんやんなきゃまずいんですけど、女子学生に対して数学をとりあえず頑張りましょう、その才能の高は抜きとしといてですね、食わず嫌いをしないで学部以降もね継続してやることってとても大事ですよっていうことを言ってるのは、数学っていうのは、コンピューターサイエンスを実装するその手段を提供したり、あ違うな、その数学の中に実装すべきものがあったりするんですよ。であるいは数学の一分野が統計の形で実装されていたりする、あれ統計ソフト、あるいはプログ、その統計のためのライブラリ、フレームワークで、まあコンピューターサイエンスの場合もそうです。で、まあ今の2つに限、まあ要はデータサイエンスとコンピューターサイエンスに限らずですね、いろんな分野で、例えば神経科学もそうです。神経細胞の働きっていうものをモデリングする、どういうふうに、まあ、機能してるのかなっていうのを考える上でですね、やっぱり数学を使ったりするわけです。具体的には微分方程式とかですね。で微分方程式を使うってことはやっぱり物理も使ったりする。で物理も学部以降は数学をかなりゴリゴリ対応していくので、ベクトル解析その他ですね、対応体とかですね、まあ結局最終的にいろんなものをエンジニアリングしたり、あるいは物を生み出すっていうところ一番大事なのはどうしても数学なんですよ。なのでその得て増え、繰り返しになりますが、得て増えてっていうところに限らず、ここを押さえてると、ここで言うですね、そのいわゆる潰しが効くスキルってことですよね。広い領域でアピールできるスキルと、まあ、能力を磨くっていうことは、がそのポートフォリオワーカーとして機能する上で非常に重要だっていうことを言ってるわけですけども、おそらくは 僕もいろんな分野勉強をしてきましたし、指導もしてきましたけど、一番大その効果がある、分野だと思いますね、だと思いますね。なのでその大きい組織に縛られたくないなとか、資格でもそうですよ。資格を取ったところで、その資格での範囲でできることしかできませんからね。
業務として、いろんなところに手を伸ばしたり、いろんな可能性を追求していきたいというふうに思うのであれば、やっぱりぜひですね、数学頑張ってほしいなと僕は思いますね。他方でポートフォリオワーカーの課題もあります。ポートフォリオワーカーにとって難しい問題の一つは非効率性から逃れられないことだと。さまざまな活動に同時並行で携わる人は、僕もその類ですね。ちなみに僕の場合は、ポートフォリオワーカーとして見た場合は主に2つあります。1つは、何回も言ってるこのデータサイエンス領域の知見なり技術スキルっていうところですね。もう1つは、学習指導と主に関わるところですが、人事とか組織開発、あるいは人物がもっと分かりやすい能力ですね。こういう2つの軸があるんですよ。で、逆に言うとこの2つの軸をいかに使いこなすかっていうことが大事だったりするんですけどね。ポートフォリオワーカーにとって難しい問題の一つは非効率性から逃れられないことだ。どういうことかなと申し上げますと、さまざまな活動に同時並行で携わる人は刺激と興奮を味わえる反面、その代償として規模の経済、スケールオブエコノミーとか言ったりするんですよね。スケールオブエコノミーっていうのはどういう概念かっていうと、これミクロ経済学っていう分野でやるんですが、そうですね、その例えば、じゃあ電力事業を始めようとしましょう。東京電力とかですね、あるいはその東京ガスとかガス事業でもいいんですよ。で、ああいうエネルギー事業なんか分かりやすいんですけども、じゃあ電力を供給しますといった時にですね、そのために電力源を開発する必要があるわけですよ。別に火力発電所でもいいですし、水力でもいいですよ、原子力でもいいです。いい方悪い方として発電所が必要なわけですよね。で、発電所をとりあえず作って稼働させるっていうのはものすごいお金がかかるわけですよ。数兆円っていう単位の場合もありますよね。で、それをサンクコストとか言ったりするんですけども、それをまず作ります。で、作った後で、少しずつその利用者を増やしていく、少しずつじゃなくて一気にバッと増える、あれもともといますからね、強制的に半ば利用させることはできるかもしれませんが、そこはめちゃくちゃしんどいんだけども、大企業は主にですね、営業網みたいなもともと持ってるわけですよ。あるいはブランドも持ってるわけですよね。東京電力が提供する電力サービスだったら、企業のブランドイメージはさておいてですね、とりあえずは使ってやってもいいかなと思う人は多いと思うんですよ。他の電力会社なんかがあったとしてもですね。で、それはもともとの販売も持ってるから、あるいは、とりあえずはいわゆる安心だっていう状況から拡大しやすいわけですよ。ところがポートフォリオワーカーの場合はそんな販売網みたいなものを当然持ってないですし、ブランドなんかもないですよね、普通は。で、そういうところで、なかなか一気に事業伸ばすってことは難しいんですよね。で、典型的なポートフォリオワーカーの一日を日々を思い浮かべてほしいと、週に数日は有給の職につき、1日は地域コミュニティの活動に従事し、1日は趣味に打ち込み、1日は慈善団体の理事会に出席する。この場合、ある活動から別の活動に移るたびに大きな切り替え、スイッチコストとか言ったりしますね。コストが発生すると。その都度思考様式と活動する場所を変えなくてはならない。こうした切り替えコストは大きこのステージについて回る、ついて回る大きな問題だと。しかし、そのコストは減らすことができる。誰でも思いつく方法は、さまざまな活動の間に相乗効果を生み出すということだと。要は、人間ですからね、普通の人間ってどういう頭をしているかっていうと、あれもやりたい、これもやりたいとか、いろいろ考えてるんですけども、そもそもそれをやりたいと思うに至った理由っていうのを突き詰めていくなり、根源をたどっていくと、大概ですね、一つの理由にたどり着いたりするわけですよ。例えば僕の場合は原体験は豊かさ、そのバブル崩壊だったりするんですよね。皆さんの場合学生ですからまだ若いので、すぐパッと出てこないかもしれませんけど、今思えば、その30ぐらいになったらもう確信しましたけどね、バブル崩壊で、僕が14歳の頃にですね、バブルを崩壊して、その後今まで浮かれていた世の中の気分がもう一斉さーっと引いて、今みたいな暗い感じになっていったって、しかも30年ずっと続いてると、なんでこんなになったんだろうと。で、僕は日本を代表するようなリーダーを、豊かさの底上げをするために、人物を育てたいと思って、学習指導を17年ぐらいずっと自分で、直接指導するっていうことをしてました。それなりの結果は出たので、それなりに満足はしてるんですけども、
なので結果的にその問題意識から人を育てるとか今の組織開発とか人物眼の軸につながっているわけですね。でもう一つはもともとの専攻が金融なりデータサイエンスに近いところ統計なんかをエンジニアリングをずっとやってたっていうのはそもそも豊かさの底上げを実現するためにそういう手段が必要だったんですよ。それを学ばないと何もわからんというところなんで結局は最終的には全部ね同じなんですよね僕の場合は。でそういう人が普通多いと思うんですよ。その得意不得意というよりは問題意識な何がしようはしたくてそういうことを何がしたくてじゃないどういうことをが大きな原体験としてやってそういうことをしたいと思いに至ったのかっていうのはよくよく、落ち着いて考えてみればあれ日頃からですね自問自答を繰り返してもだんだん見えてくるものだと思うんですよね。で、そういうところから考えてみればそのさまざまな活動の間に相乗効果を生み出すということもまあ誰もが思いつくとはいえどもですねまあ自然な流れなんですよね。まあその何どういうことがしたいって言った結果はその生じるコストあれ磨き上げるあコストじゃないスキルっていうものは人によって違うかもしれません。ただそのスキルの組み合わせ方っていうのはその人にとってはその人が持っているスキルっていうのは組み合わせやすいはずなんですよ元々。ただ他の人が真似できるしやすいかというとそれは全く別だっていうのは今の話からして分かると思うんですけどね。でそのためには全ての活動に共通する能力や知識を持たせればいい、まあ、持たせればいい、まあ、もう持たせればいいんですけどもこういう言い方僕だったらこういう言い方にします。問題意識があった時にその問題意識になるべく直接的に関係するような知識やスキルを磨き上げていく積み上げていくとでそこから分岐するような形で、当面やりたいところのスキルなんかも自分の中で頭で整理しながら磨き上げていく でそうすれば自分自身も辛くないんですよ。なぜかっていうとあっちもやらなきゃいけないし極端なこっちの方に振らなきゃいけないしとかそういう感覚を持ちづらくなるの で繰り返しますがそれでもその楽はできるんだけれども他の人は真似できないっていう状況を作りやすいですからね。すごく合理的だと思いますね。例えば高度なプロジェクトマネジメントスキルは一見すると関係なさそうな多くの活動を束ねる土台になりうる。重要なのは互いに無関係なスキルと能力ではなく互いに関連があるスキルと能力が要求される活動を選ぶことだ。その接着剤になるのは幅広いテーマへの関心だったり何らかの中核的な能力だったりすると。まあ最後のところはざっくりと言うと僕が今お伝えしたこととリンダ・グラトンが言っていることっていうのは近いかなというふうに思うんですけどね。というわけで、ポートフォリオワーカーの話はここで終わりと。で、まあ、今回の映像では、そういうわけで、エクスプローラーとインディペンデントワーカーとポートフォリオワーカーの3つのステージに関してですね。まあ、最初は誰もがエクスプローラーだと。で、人生の節目にかかった時にポートフォリオワーカーに振る人もいればインディペンデントワーカーに振る人もいればあるいは両方その世代というかな人生を経過していくにつれて行き来したりするっていうこともあると思うんですよ。で、まあ最低限復習をしておくとエクスプローラーの期間を通じてですね自分がどういうことが向いているのかなとあるいは自分の中にどういう可能性があってあるいはどういう問題意識が宿っているのかなっていうことを、なるべく掘り下げる、あれ自分が納得する形で具現化するっていうことが大事な期間でした。でその後に、まあ今の2つのポートフォリオとインディペンデントの、ステージを、まあ、上げたわけなんですけども、それは必ずしも年齢とは連動してないっていうところが重要でしたね。今までの3ステージの分け方、つまり教育を受けて仕事をしてでまあ王の場合王にして一つの企業に属してでそのままで今度はリタイアしてで終了でかつその期間3つのステージっていうのは年齢と非常に強く結合していてまた連動していた。でそこから物理的な弊害その高齢者を排除したりですねあるいは若い人たちしか集まらないまあその若い人たちだけの街があることはいいけれどもそういういうことから起きる弊害っていうのも弊害が取り返しがつかないって言い方もしていいと思いますよね。その3ステージがでよしとしてきた時代ではですねその弊害を解消することができなかったと
でも今のポートフォリオワーカーあるいはインディペンデントワーカーを行き来するなり、その前段階としてエクスプローラーの段階を経るっていうことは、この問題を大きく解消することにもなれば、自分の可能性を大きく広げることにもなればというところで、全く違う生き方をこれから皆さんもですね実践することが必要になってくるんじゃないかなという話をですね、ここで展開していたのかなというように思います。まあ、なんだかんだ言って50分ぐらいになってしまいましたけどね。というわけで、今回の話は終わりです。まあいいでしょう。今回の映像はリンダ・グラットンですね、ライフシフト名著です。出たのは5年前ぐらいですかね、日本版は。でも未だに、似たような本は出てない、ベストセラーですね。その中から具体的にじゃあ人生100年時代を迎えるにあたって、まあ比較的初期の段階のエクスプローラー、一番最初でしょうね、エクスプローラーのステージと、その後経過する人生を経過するにつれて出てくるであろう多くの人たちにとってですね、ポートフォリオワーカーとインディペンデントワーカーというものをのステージをいかにして充実させていくに行くべき行くことができるのか、あるいはその中で大事な要素はどういうものなのかなということについて、お伝えさせていただきました。